あらあら、ちょこちょこと歩くおちびさんなこと。あ、あ、あ、ホーネットだ、ホーネットだ、今。カマキリの爪。壁ジャンができるの？あ、これ便利じゃん。よし、来たー。え、あんた帰れるの？あ、なんかいる。来たー。魂の水辺。なんか死んだ人のなんかが集まってきたみたいな感じ？じゃあ次はどこへ行こうっていう話かな？どこ行こっか。まあでもこの安息の地の上下、ここ行ってみよっか。よし、行こう行こう。で、この上か下か。あ、そういえばあれってなんかあったっけ。こういって壁ジャンプもできるようになったからね。ああ、特にないね。あ、で、上は前落ちてきたから今度下に行きたいんだけど、下ここだよね。この下っぽくない？え、でも行けないね、ここ。じゃあもうこれは電車でね、戻るしかないか。じゃあここに行こっか。このここに行ってみましょうかね。ここに一番近いのはここかな。女王の駅に行ってこっから行くのが良さそうですね。よし、じゃあこっから上に行こうか。前回あれあれ、駅が2つある。あれ、どういうことだ。なんか入り口が2つある。ここも そうだね。待って、ここ入ってないぞ今まで。なになになに、こんなのいた。ちょっとなんかバトルになるかな。あ、違う違う違う、大丈夫だ。話しかけよう。ウイロー、ウイロー。はい、食べ物を求めてここへ来たの。私の頭の上には小さくて変わったキノコが生えているの。どうやらこの駅の中にしか生えていないみたいで、ものすごく美味しいのよ。あ、そうですか。え、取れないのかな、それ。この場所はかつて立派な中継地点だったんでしょうね。霧に包まれてた土地と菌類の育つ土地のに挟まれて。でもどっちの土地もなんだか危険そうだから私はここにいることにしたの。少なくともキノコがあるうちはね。なるほどね。で、ああ、違う違う違う。ん？いつでも立ち寄ってくれて構わないのよ。私はこの駅の静けさが好きだけど、たまには話し相手が欲しいと。え、欲しいんだけどな、キノコ。取れるんだったら。まあでも、取れそうにないな。この上に行けばあるかな。ここら辺にありそうだけどね。ないか。あ、あの上か。こっちかな？あ、なるほど。ここに行けば、キノコが生えてたりする？あ、これか。右になんかキノコのマークがある。左か。出るのか。じゃあこっちに行って、コーニファーだっけ？コーニファーを探しましょうか。あー、何これ。こんな人いたっけ？おや、こんにちは。ミリビル、銀行員。お金？借りれる？誰も来ないからもうここを閉めようかと思っていたのよ。ちなみに私はここで銀行を営んでいるの。自由を失うのつら。ああ、なるほどね。私の金庫に入れておけば安全よ。私は銀行員として暮らしてこの方、一個の自由だって失ったことはない。口座？あ、自由がないって言われちゃった。はあ、そんな銀行なんてある？別に自由を失うことなんてある？別に死んでもさ、また復活するじゃん、ジオって。103貯まった。じゃあ銀行開設しよっか。銀行。作るよ。残り3ジオしかないけど。今、今度恐ろしい怪物になれてしまったときは、自分のジオを私の戸棚、金庫に預けておいた、ことに感謝します。するよと。最高額。ああ。いや、別に預けなくていいけど。面白い。
ジオがなくなることがあるんだね、じゃあこの先。だってなくなってもさ、自分の影を倒せばさ、ジオって復活してたからさ、別にいらなくねって思うんだけど、そういうわけでもないのかな。だからここ右か。あっ、この歌は。この歌は、え、阻まれる。え、どこにいる？じゃあ、え、どこにいるの？通らせてよ。あ、そっか、地図がない。え、ここどうやって行くんだろう。ないないない。ここ、どういうことだろうこれ。あ、ここ入れる。危ない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 と言いながらめちゃめちゃ進んで自滅してるんだけど。ほい。あ、でも俺ここ一回行った記憶があるな、なんか。ああ、死んじゃった。で、さっきここに行ったんだっけ。あ、いたいた。ほい。あ、やべ、阻まれた。よし、これで帰ってくるでしょ。うん、ほいほい。で、あ、ここは降りていいのか。ほい。前回ここ行ったよね。前回ここに行った記憶がある。でもあの地図がないとさ。あ、行ったけど、ここは行ってなかったっけ。あ、行ったっけ？もう覚えてないや。これ降りて大丈夫？あ、大丈夫っぽいね。これで行けるようになってるっぽいから。前回ここ行けてなかったんだね、多分。壁、ジャンがなくて。なんだろう。てか、いっぱいなんか敵がおるけど。とりあえず回復しよっか。よし、入りまーす。なんだろう、ここ。緑に埋もれた塚？ほい、ほい。ほい、ほい。なんだろう、すごい、うわー、これ大変そう。ほい。上行く？最初に。下は、下、ここありそうなのか。特にないか。特にないので、上に行きまーす。え？ボス？痛い痛い。まあ痛いけど、別に特に痛い。まあでも特にこれといって別に。あ、意外とこれはめんどくさいな。難しくないって言おうとしたけど、あ、死んだ。嘘。よしよし、行っちゃう行っちゃう。いやー、これがね、ちょっとややこしいんだよね。でもなんかあと一匹っぽいな。どう？これで。オッケーオッケー。危ねー。
こういうの意外と強いよね。まあお金も集めとくか。ほい。あ、ここ壊そう。よし。で、ここ。うわ、なんか、これは敵？味方？どっちだろう？あれ？何もない。これ取ればいいのかな？えい。おー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 。何が起きた？亡霊の叫び。上を押しながらボタンを押すと、亡霊を解き放ちます。実行するとソウルが消費されます。ソウルは敵を攻撃することで回復できます。はあ。やってみる？ここでゲットしたってことはここでできるんじゃない？あ、てか上見たら、上移動するんだね。ほい。ああ。こんなことができるらしいです。空中でも一応撃てると。え？叫んだけど特に何もないよ。特にないけどな。え、どこで使うんだろう。そして攻撃範囲がどれくらいなのかがすごい気になる。ちょっと撃ってみよっか。外に敵復活してないかな。ここで。狭いな、攻撃範囲が。思ったより。これは分からない。難しいね、これ。まあ、上に戻る？じゃあ。ここら辺になかったっけ？あれ？ない。あ、この上か。ほい。すごい。トゲ入ったら敵も死ぬんだね。あ、すご。こんな感じになるんだ。これなんだっけ？ここはね、来た記憶があるんだよ。ここはね、多分来たと思うんだよね。あれでも、こんなとこ来た記憶ない。あれ？こんなとこ来たっけ？え？いや、来てない来てない。なんかある。取ったー。仮面？ラッキー。上行けたりしないのかな。無理か。取ったね。ほい。あー、なるほど。帰りはここを通って帰れよ的な。え、なんかいる。気づかなかった。うーわ、これ多分ボスだな。これ戦うな、絶対。ちょっと、その前に、ベンチ行って、セーブしてきます。ここか。戦おう、じゃあ。私の子、今でも見える？どうか私を傷つけないで。目なし。小さな子、両目が開いていては眠れない。息をしていれば、夢も見れない。大切な子供たち、あなたは眠りながらひどいことを言う。あなたの爪が引っかき、大切な子供たち、暗闇の中から怪物がやってきた。私のために歌ってくれる？よし。戦うぞ、目なしと。さあ。どう？待って待って、歌ってるけど。ちょっと待って待って待って。これはまずい。え？ちょっとどこ？本体がどこか分かんない。あ、いたいたいた。そういう、あれ？消えた。くそ。いたいた。いけ。うわ、これむずいぞ。いけ。いけ。わあ、なるほどね。こういう感じか。
確かに難しいけど、これ時間かければねえ、こうやって倒せちゃうよ。下落ちた。お、目なし。一つ一つあの子たちの目は閉じられ、温かい静寂が私たちを包んでいった。あなたを恐れてごめんなさい。私はいつだってあなたたちのことを守っていた。私たちにあなたが見えない時でさえ、私たちを連れて行って、光に悩まされない場所、夢のない場所にお願い。やっぱりこれが夢なのかな。調べる。石が顔の形に削られている。お墓みたいな感じかな。てか細かいけど、これランタン持ってるね、この子ちゃんと。じゃあここは暗かったのか。だから前は来ても分かんなかったのかもしれないね。で、倒したよ。倒したよ。倒したんだけど、倒したけど、これで何が進んだっていうんだろう。そこが分からないな。